ここでは指の場所を説明していきますまずは左手からいきます右手は頭部管のこのあたりを軽く握っておいてください左手の人差し指の付け根の少し上あたりこのあたりですね骨の出っ張っている少し上あたりです頭部管に近いこの2つの小さなキーの間ぐらいですそのあたりをキーを真上を向けた状態でこのように当てますそこから親指は このキーを押ささえてください。この親指で押さえるキーはボタンが2つあってこちら側少し大きくて四角いこちらのキーだけを押さえてくださいそこからさらに左手の人差し指をギュッと曲げてこのキーを押さえますしっかり人差し指を第一関節まで曲げて人差し指の付け根を当てた部分が動かないようにこのキーを押さえてくださいその次です中指は1つキーを飛ばして、 このキーを押さえてください。このキーは押さえません。次、薬指。薬指はその隣のキーを押さえてください。次は右手です。まず親指から置いていきたいんですが、側部間に近いところから数えて、1、2、3、この2つ目と3つ目のキーの間、その真下ですね、えー、そちらに親指を置きます。その状態で、 右手は小指から押さえていきますこのあたりキーが密集しているのでちょっと分かりづらいんですが一番胴部下に近いこのキーですこれを小指で押さえるそこから薬指中指人差し指と押さえていきますがこれは薬指から順番にこれこれこれと押さえていきますこれがフルートの指の置く場所ですここで注意なんですがこの左手人差し指、えー、これがですね 伸びてしまうと中指や薬指がキーまでなかなか届きにくくなってしまうので左手人差し指がこう第一関節までしっかり曲がっているかどうか確認してみてください慣れるまでは指を置くだけでも結構大変だと思いますが次の動画ではそれを少しでも楽に構えられるような姿勢や指の形を説明していきたいと思いますぜひ少しずつ慣れていきましょう